皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。やっていきたいと思います。ホワワのアバタマから、新キャラパピヨンですね。パピヨンだと思う。多分パピヨン、はい、パピヨンですね。パピヨン持ってますね。そしてユキンコの晴天装備まで追加されてると。これか、なるほどですね。まあ欲しいな、あのパピヨンパピヨンのね、前情報は何も知りません。申し訳ない。公式の YouTube も今回見てない。何も知らない。まあ皆さんにそのね、何も知らないタイガがパピヨンの説明をしたいと思います。はい、新キャラパピヨン、召喚ゴースト3、召喚数1、コスト3です。はい、大型進撃キャラです。中距離全体地上的に攻撃します。これはですね、召喚時は幼虫が召喚されますと、イモムシみたいなの出てきます。そして、聞いた話ではあのマイマイみたいな攻撃をするらしいですね。はい、そして幼虫は通常攻撃しかできません。スキルがありません。遠距離の地上もしくは空中的に動きします。はい、射程があって空中もな、空中か地上どっちかに殴れるよと。まあね、両方同時攻撃じゃないけどそれぞれに殴れるよと。はい、そして一定時間ごとに幼虫の頭上にあるゲージが溜まっていく。5ゲージぐらいのかな、確か、ゲージが溜まっていって溜まりきる、もしくは幼虫が HP0 でやられちゃったら迷子になって成虫になります。前の状態は攻撃がされますがダメージを受けません。つまりレードラみたいな感じですね。オブジェクトとして存在してて、そこにね、当たり判定はあるんですけどダメージは受けません。で、これが、はい、書いてねえか、あとかな。はい、幼虫が、ゲージが溜まりきって成虫した場合すごい強いパピヨンになります。ただこれが、幼虫がやられてしまって成虫した場合は弱いパピヨンになりますらしいです。はい、そして幼虫が通常攻撃で敵にダメージを与えるごとに成虫になるまでの時間が短縮されます。なるほど、へえ。同時に複数点的にダメージを与えた場合その分だけ成虫になる。そうなんだ。ゲージがたまに切って成虫になった場合、成虫になった際の能力がアップします。あ、書いてありましたね。攻撃速度、移動速度がアップします。マジ？それは知らん。へえ。あ、捨てが上がるんじゃなくて攻撃速度、移動速度が上がるんだ。へえ。スキル毒の粉が発動すると近くの地空の敵に毒の粉で1回ダメージを与えます。その後前方に広がった毒の粉で地上の敵に連続ダメージを与えます。ははは。攻撃時にスキルが発動します。スキル発動時に受けるダメージが減少します。まあ、出た、これこういうタイプ。スキル範囲内にいる敵は他キャラから受ける回復や強化効果を無効化します。すでに強化効果がかかっている場合は解除します。自分自身を強化する効果や自分自身を回復させる効果は無効になりません。相手だけだね。なるほどね。解除できる、無効化できる、性能はこれと。フェアリーの鱗粉回復も無効、ウムボの回復も無効、プリンセスの旗印の強化も無効解除、シマリスの回復、持続の回復も無効解除、グリドラの回復も無効。ただジワの個人が回復する魔導騎兵とかサキバスヒドラ、自分でしか回復できないものには無効にならないと。なるほど、わかりました。はい、まあロボに近い感じですね。3コースで完結できるけど、強い状態にするにはちょっと時間かかるよと。で、マヨの状態にできて、あのデコイ役にするには壁として出さなきゃいけないから、その場合死んじゃうから、弱い状態になるよと。強いパピヨンが出したければもう後ろから切って支援火力にして他のキャラで壁張りましょう。どうしてもパピヨンを前線に張らなきゃいけない、壁を張らなきゃいけない時にパピヨンを切ってもいいけど死にますよ。そんな感じかな。はい、それではね、早速ですが皆さん、お待たせしました。今回ガチャ動画なんでね、ガチャ回していきたいと思います。170枚、福袋だけ買いました。これを回してパピヨンとユキンコ狙っていきます。パピヨンとりあえず1体当たればいいかな。ユキンコは3体欲しい、激レアだからね。一定期間しか、19日しか販売しないし。というわけでレッツ。あ、ちなみに単発はもう回してます。トモトレ玉でした。やっていきます。10連。まあ最初はやっぱそこまでこだわらなくていいと思う。難しく考えると当たらなくなっちゃうから。あ、わかったわ。じゃあもう一発目からいこう。名前だけ変えます。タイガー先生ですね。まだまだ下手くそなんですけど、エイペックスプレデターになりました。で、多分確定だと思う。もう、あの日数的に今ね、ポイントが2万いくつだろう、600700ぐらい、多分確定だと思う。我プレデターぞ。というわけで回していきます。お願いします。10連、止めないでいこうか。今回トモトレ玉、トモトレ玉はね、余ってるんですよ。あの、いろんな研究所のキャンペーンが来て、あの経験値だけいっぱい入ってて、逆に装備が作れてないんですよね。なのでトモトレ玉は余ってるんだけど、トモトレ玉以外が余ってない。で、今回止まって当たる場合、パピヨンかユキンコ晴天か剣士マーメイド、どれかが出ます。 3% パピヨン 1.5% かな、なると 4.5% かな。はいですね、 4.5% で何か当たりますと。いきましょう、レッツゴー。ガチャ運プレデター見せてほしい。
バッチコインは普通に嬉しい。バッチコインがね、マジ足りてない。メダルも足りてないけど、バッチコインが何よりも足りてない。ただですね、ああ、最後に、フェンシーなりきり出たけど、当たってるものがだいぶひどいな。全部いらないアイテム。いらなくはないけど、アイテム。さあ、レッツゴー、30連目。サクサクいこうか。そろそろね、何か1枠ぐらい当たってほしい。来た。というわけで皆さんありがとうございます。早速ですね、欲しいと言っていたパピオンが当たりました。これによってね、タイガもねパピオンを育てることができますというわけですね。まあ、続いて回していきましょう。グリドラ、あ、グリドラまだいるんだね。あ、どうだ、今大型これ3枠出てくるのやばくない？パピオン、グリドラ、フォアドラが全部出てくるんだ。あ、チビメタが消えたのね。なるほど、じゃあ行きます。はい、パピオンは当たりました。やっていきましょう。欲しいのはユキンコ。こっからはユキンコの激レア欲しい。もう10連で3枚抜いてくれても嬉しいぞ。頼む。止まってくれたら剣士装備もしくはパピオンもしくはユキンコの激レア。トモトレ玉はいらない。止まっていく。そしてパピオンが当たっていくんですね。素晴らしい、ありがとうございます。まあ、パピオンはね、長期間、排出されますんで、正直別に今すぐこんなにガッツリ欲しいわけではない。何度でも言うけど、ただ欲しいのはユキンコ。まあでも爆死ではないからね、パピオンも普通にありがたい。行きましょう。でも欲しいのはユキンコ。ここでスキップをまずでいく。止まれば当たるが、こういう時に止まらない。ほぼ最低保証。この8個のトモトレ玉以外最低保証すぎる。なかなかひどい。まあ今これで50連回しました。60連目いきます。60連目、お願いします。スキップしていくんですね。トロッピー750だが、またしてもね、正直なんかもう全てがもうアイテムすぎる。トロッピーも正直あまりいらない。はい、70連目いきます。サクサクいきましょう。70連目、レッツゴー。プレデターはね、パピオンは当たるけどユキンコが当たらないのかもしれない。もしかしたら当たっていくんですね。しかしマーメイド剣士1枚いらないのが来ましたが、これによって次から止まれば確定で、パピオンもしくはユキンコ確定です。止まってくれたらね。はい、トロピー750よく当たりますね、あなた。排出率アップしてるの、もしかして。トロピーってしてませんよね。すごい確率だね。750のトロピー、皆さん確率知ってます？はい、 0.5% なんですよ。これもう2枚ぶち抜いてるんですよね。はい、トモトレ玉の25個もね 0.5% なんですよ。これもう2枚ぶち抜いてるんですよ。あ、もうユキンコ揃ってますね。はい、というわけでやっていきましょうか。で、プレデターの名前じゃね、ちょっとね、ユキンコ当たらないらしいんで、ユキンコが欲しいんで名前を変えます。そうだな、そしたら最近ハマってる武器、3030リピーター。文字数入る？文字数が入らないらしいです。はい、じゃあリピーターにします。このネタが分かる人は APX やってる。やっていきましょう。はい、あと100連できるからね。リピーターの力があればユキンコも抜けるはず。ヘッドショット57ダメージ、違う、胴体だ。チャージ胴体57、ヘッドショットのダメージいくつだっけ、覚えてない。ただこういうことなんですね。やはりリピーターの力は侮れない。シャッターキャップ探してます。というわけで、とりあえずユキンコの静電が1枚ぶち抜けました。ありがとうございます。80連でやっとユキンコ1枚。まあでも悪くはない。 1.5%、 まあ普通ってぐらい。さあやっていきましょう。ユキンコあと2枚欲しい。パピオンはあとでも OK。 もう2枚持ってるからね。いきますよ。90連できるから頼む。今回のこのね、フォアワの、お得なアバタマガチャ、これだけでできればユキンコ揃えたいから、170連でね揃えたい。行こう、レッツゴー。10連。ちょっとね、スキップすぎたんで、しっかりとね、見届けようと思います。このね、タイミングがあるじゃないですか。このスッスッって、このスッ、ああ、見届けたらダメかな。いや、なんかスキップすると一瞬で終わっちゃうんだよな。でもこの一瞬で終わってるスキップの時当たってるんですよ。スキップした方がいいんか。これで当たるならスキップするわ。全部当たらんやんか。てか、トロピー750また来たんだけど、これ3回目だぞ。 0.5%、 すごいな。トロピー750だったら、バチコイン750なら嬉しいんだが、まあしょうがない。あと70連できますから。まあスキップしてもしなくても変わらない気がしてきた。まあ多分変わらない。フォアドラガール、まあメダル50枚は普通にありがたい。メダルも足りてないんですね。普通に嬉しい。ただ当たらず。ユキンコ欲しいな。はい、お願いします。うわ、来たわ。これよ、この遅れね。マジ本当にこの遅れからのプッシュからのゴッド揃いよ。俺打ったことないけど、凱旋行きましょう。まあ1個当たるだけで全然ありがたい。
でこれありがたいのがパピオンが先揃ってパピオンのね余りが出てくるみたいなよりもユキンコが揃ってくれたら絶対に嬉しい。あと50連あるからね、 1.5% で50連だから全然引けるはず。まあ一応 3% でパピオンもしくはユキンコってわけなんで何か引けるでしょう。50連もあるからね、行きましょう。ユキンコだったらマジで嬉しい。正直ユキンコ引けたらもう回さなくてもいいんだよな。チケット取っといて次の激レアに備えてもいい。グリーンドラゴン、でもあなたメダル10枚なのよね。グリーンドラゴンな、こんなでかいドラゴンで周年ドラゴンなのにさ、揃って溢れたら10枚ってマジしょぼいよな。よし行くぞ、40点あと行くぞ、ゴー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 、頼むユキンコ、ユキンコトロピー750、またあなたですか、いらないんですよトロピーさん。トモトレ25、またあなたですか、いらないんですよ。来た、うわうわお、違う、惜しいけど違う、そうじゃない、そっちじゃないんだよ、惜しいな。いや当たったのは嬉しいけどね、違うんだ。あと30年しかないんだ、ユキンコをぶち抜かなきゃなんないんだ。ルービーは使えん、頼む頼むよ、行くぞ行くぞ、頼む行くぞ行くぞ行くぞ、ユキンコユキンコで。物欲センサーとはねよく言うけどね、でもやっぱり欲しいって願った方がいいよ、欲しいって願ってきた方が嬉しいもん。欲しいって思ってない山が来てもあまり嬉しくないじゃん、そういうことよね。まあフェアリー剣士はマジ欲しくないのが来てるから余計嬉しくないんだけど、さてあと20連しかない、いけるのかタイガー、いけるのかこれは、20連でユキンコぶち抜けるのか、いくぞ頼む、止まれグリドラ、どうもうメダル20枚、おっと怪しいですね。あと10枚、これラストですよ皆さん、これラストチャンス、これで引けなかったらもうあとは毎日単発しか引かないと思うよ。銀行の激レア本当は全部欲しいけど全部お揃えるってのはなかなか厳しい。正直ねそんなにお金は使えん、うん、引きたいね、なんとか行きます。ラスト10連、ラスト10連は景気よくスキップしてスッと当てるかスッと終わろうと思います。皆さん最後までご視聴の方ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。祝3万人、この10連で運営は祝ってくれるのか、ユキンコの激レアを見ていきましょう、しっかりと見届けましょう。10連スキップでレッツゴー。